はい、じゃあね、第2問の下書きの作り方をね中心に見ていきます。はい、じゃあ、俺の真似をしてもらってね、やっていきましょう。はい、まずね、基本的にはね全部解けるの、このパターンでね。まずこの2つに、さらに2つに折って、でこうやって開いて、ね、折り目をつけてあげると、うん、いうことね。はい、ほんで、今回はね、一応問題文読みながらやっていくかね。札幌商店は当座金出納帳、仕入帳、売上帳を特殊仕分け帳としてると言ってますね。はい、したがってね、今回はここね、当座預金出納帳、当座預金出納帳で売上帳、はい、売上帳ね、で真ん中ぐらいに仕入帳ということで下書きを作ったんですね。はい、で、普通仕分け帳ここに書きますからね。普通仕分け帳一番左で、受け取り手形金帳と支払い手形金帳ないんで、ここは書かないと、ね、今回手形金帳ないんでね。はい、で次、あとはね、この回答用紙これを見ながらもう書いていくだけなんで、実はね、じゃあ実際書いてみましょうか。自分ちょっと回答用紙を見てね、じゃあ普通仕分け帳からいきましょうか。はい、そうすると普通仕分け帳はもうこれ書いて